黒ギからの逆襲黒島ケツナの苦境とキング・アンド・ズ・ヒラノシオの未来。チム・ドンドンから黒ギへの転機。今年4月から9月まで放送された n h k 朝の連続テレビ小説、チム・ドンドンは黒島ケツ再演じるヒロインの波乱に満ちた物語で、ネット上ではチム・ドンドン反省会が繰り広げられるなど話題を呼びました。 その中で注目されたのが、黒島ケツナの地なる出演作品として期待された TBS 系ドラマ、黒詐欺でした。しかし、ドラマ開始後になおも彼女を悩ませる、脱退ダメージとも言える出来事が起こり、さらなる注目を浴びています。第一章、チムどんどん反省会の余波。 チム・どんどんの終了後ネット上ではドラマの不可解な展開やキャラクターの設定に対する熱い議論が巻き起こりました。そうした中で生まれたチム・どんどん反省会は、その独自の言葉遣いや批評が2 0 2 2ユーキャンシン語流行語大賞35にノミネートされ、一大ムーブメントとなりました。 被災者のコメントにもあるように、視聴者たちは期待とは裏腹にドラマから得られる感動よりも、ドキドキや心配を感じる場面が多かったようです。これが黒島ケツナにとっては一周の試練となりました。彼女が演じたヒロインのイメージが、ちむどんどんによって一変してしまったため、地なる作品での演技には多くの期待と不安が寄せられました。しかし、 そんな厳しい舞台裏にもかかわらず、彼女は、黒詐欺、で、新たな一歩を踏み出そうとしていました。第2章、新たな舞台、黒詐欺、での苦悩。黒詐欺、は彼女にとってチーム、どんどんとは異なるジャンルのドラマであり、その役どころは一層の注目を集めました。しかし、第1話が終了した後、SNS 上には驚くべき感想が広がりました。 やつれたチムドンドンの好意消化といった声が黒島ケツナを取り巻く雰囲気を形成しました。黒島ケツナが、チムドンドンで受けた批判がまだ彼女の周りに漂っていることを考えると、これは彼女にとっては重荷であったことは否めません。一度の作品でのイメージ修復が難しい状況であり、ファンたちはその後の展開に注目を寄せていました。第3章。 キング・アンドプス・平野紫仕様の脱退発表。しかし、黒島ケツナの苦悩に加え、11月4日には、黒サギの主演を務める平野仕様の脱退が発表されました。彼は来年5月にキング・アンドプスを脱退し、ジャニーズ事務所も退場することが明らかにされ、これがテレビ識者たちにとっても衝撃の事態となりました。 第3話が終わったばかりであり、まだまだ物語の展開が予測できない段階での発表に、キンプリファンからは、せめて最終回の後に発表してほしかった、との声が上がりました。これにより、ドラマの進行やキャストたちの心情にも影響が及ぶ可能性が浮上し、ファンたちの期待感と不安が入り混じった状態となりました。第4章。 黒島ケツナとヒラノシオ、二人の未来への影響。チム・ドンドンの余波がまだ収まってない中での、クロサギの苦境とヒラノシオの脱退という新たな展開。これらが共鳴し合って、黒島ケツナとヒラノシオの未来への影響が深まっています。まず、黒島ケツナについて、彼女は、チム・ドンドンでの批判を受けながらも、新たな挑戦を試みていました。 しかし、ドラマ初回放送後の SNS 上の反応が芳しくない状況が続いており、彼女が地なるステップに進むためには、より強靭な精神力が求められそうです。それに対して、平野用は、キング・アンドプスからの脱退とジャニーズ事務所の退除という大きな決断を下しました。 これは芸能界における大きな転機であり、これからの彼のキャリアや活動に大きな注目が集まることは避けられません。結論、未来に向けての新たなスタート。黒島ケツナと平野紫耀、それぞれが異なるが厳しい状況に直面しています。しかし、これを逆手にとって新たなスタートを切ることができれば、彼らのキャリアには輝かしい未来が待っているかもしれません。 黒島ケツナにとっては過去のイメージを払拭し新たな役柄でファンや視聴者に自らの実力を見せつけることが寛容です。精一杯の演技で心を打つことで過去の難題を克服し新たなファン層を開拓できるでしょう。一方で平野紫耀はジャニーズ事務所を離れることでより自由な表現の場を求めている様子。 これを機に新たなプロジェクトに挑戦し、個性をさらに開花させることで、新たなファン層を引き寄せることができるかもしれません。短期的には厳しい状況かもしれませんが、彼らの才能と信念を信じて、未来への期待を抱きたいと思います。